さんのシアターを今15分ほど見終わって、はい、その後にこちらじゃん、世界初のチキンラーメンが開発されたというモモックさんの研究小屋を再現したものに来ました、はい、はい、その転換だよって言ってた ね、 ね、普段からも思うとさ、いろんなアイディアを、ここにはニワトリがいます。チキンラーメンのチキンだね。そうだね。として発展した方が良いということで、そう、その特許を取ったそのラーメン、インスタントラーメンの作り方をみんなに公表して、インスタントラーメン協会のようなものを作った。カップに入れてフォークで食べればいいっていうアイデアからカップヌードルが、明日になれば今日の非常識常識になって、はい、というわけでどんどん進みまして、世界で初めてのカップ麺誕生、カップヌードル、みんな大好き。71年、その普通にスーパーであんまり人気が最初出なかったんです。だからこういう機動隊員の人とかに営業いっぱいかけて売ってたの。そしたらたまたま事件があって、その現場中継でこのカップヌードルを見て、これで人気が出たんだって。すごい、こんなアイデアを出して実行したんだよね。本当にいろんなアイデアです。世界の年間消費量1027万食だって。そして宇宙食、これがすごいよね。95歳でもうインスタラーメン、世界で初めての宇宙食ラーメン、スペースワム、ね、2007年に安藤さん亡くなられて、はい、というわけでお土産コーナーに来ました。はい、私たちの定番のお土産コーナーです、見てこれ、じゃん、カップヌードルまんじゅう、めっちゃかわいい。カップヌードルの形して、なんか面白いものがいっぱいありそうで、はい、ありそうなので見てみたいと思います。かわいい、見て、安藤桃福さん、いいんじゃないですか。ね、ちょっとカップ麺の歴史が分かっちゃう漫画、いちごクランチ、じゃーん、かわいい。あ、ずんちゃんがいいの見つけた、じゃーん、かわいい、ひよこちゃん T シャツだ、めっちゃかわいい、着たい、着
たいね、かわいい。じゃーん、まあ、え、かわいい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 。すごい、ひよこちゃん、やっぱひよこちゃん人気なんですね。なんか新しい生物を発見しました。じゃらーん、かわいい、ひよこちゃん。赤ちゃんの靴下、ちっちゃい、かわいい、ピヨピヨピヨ、かわいい。大人のこの靴下もかわいい。このひよこちゃんかわいい。本当だ。ラーメン食べて汗かいてかわいい。200円です。リーズナブル、かわいい。またじゅんちゃんがいいもの発見しました。どん兵衛のひつめもいた。かわいい。やっぱ土曜日なので人がいっぱいです。あ、じゅんちゃんいました。カップヌードル、マコ漁師か。カップヌードルの容器を開けていくと、麺、卵、エビで、なんかいろいろ次々と出てきて、なんか楽しめるんだって。ほー、ただ、今売り切れちゃってるけど、小学校のひよこちゃん超かわいい。今日かわいいしか言ってない。いやー、なんか思った以上にすごくいろんな見るところがあってね、とても楽しかった。勉強になった。うん、とても。これはもう本当にお子さんにもいいと思いますし、まあ、来てる方も家族だったりカップルさんだったり友達同士だったり、本当誰でも楽しめる場所でしたね。おすすめです。おすすめ。カップラーメンも食べれたし、食べてたら作れたし食べたら食べて食べて作れたし、仕上がりが良かったんですよ、またね。はい、というわけでまたこれからもいろんな横浜の名所巡り、楽しい場所をね、一緒に巡っていきたいと思いますので、これからもお楽しみに。楽しみに。はい、というわけでカップラーメンミュージアムでした。またね。またね。ありがとうございました。